皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はクローゼットの服の枚数を数えていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回は前からねやってみたいなって思っていたんですけど、結構大変そうなのでやらないでいたんですけど、今回はね動画の中で数えてみたいと思います。ということで今日は全部ね服を出して数えていきたいと思うんですけど、冬物も夏物も全部一緒に数えていきたいと思います。ではねクローゼットの方に行って数えていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、それでは数えていきます。じゃあね、適当に項目ごとに数えていきたいと思います。まずはボトムス系1着目、ちょっと一回下に置きます。次こっちの方にトップス系を置いているので、トップス系を数えていきます。これもね、下に置いていきます。で、次にこのタンスの中に入っているトップスを数えていきます。はい、こんな感じでね1段目のタンスは終わりです。今はトップスは21着です。ちょっとね今何着目か分かんなくなっちゃうので書いておきます。続いてこっちにかかっているワンピースを数えていきます。1着目、2着目、3着目、4着目、5、6、7、8、9、10、11。次またトップス系です。22、これもねカーディガンなんですけどトップス系に入れちゃいます。23と24、25、26、27、28。次ボトムス系10着目、ワンピースの12着目とトップスの29着目、トップス30着目、ワンピース13着目。14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。続いてアウター系も数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10着目。次ワンピースの24着目と25着目。ちょっとね、もうすごい量の服がここの辺にあるので足の踏み場がないんですけど、数えていきます。これはパーカーなんですけど、トップス系で数えていきます。10着目、11着目、12着目、13、14。ということでね、全部数えた服の枚数は後で教えたいと思います。はい、ということで今回は服の枚数を数えてみました。今回数えた服の枚数はトップスが49着に、ボトムスが14着、ワンピースが30着で、アウターが10着でした。で、こう見るとトップスがすごい異常に多くて、ボトムスが少なすぎて、多いと思っていたワンピースも意外と少なかったので、これからねお買い物に行く時の参考にしたいと思います。で、ボトムスが少なかったのでボトムスをね結構買っていきたいと思います。で、今回は冬物も夏物も全部一緒に数えたんですけど、そうすると冬物がどれくらいあって夏物がどれくらいあるとかがちょっとね分かんないので、次回ねまた冬物と夏物に分けた服の枚数をね数えてみたいと思うので、その動画もねアップするので楽しみにしていてください。で、今まだ出した服を片付けていないので、これからね全部入れ直さないといけないのですごい大変なんですけど、ちょっとめんどくさいんですけど出しちゃったんで、頑張ってね片付けていきたいと思います。ぜひ皆さんも自分のクローゼットの中の服の枚数を数えてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。